うるわしいね、舞を見せていただいたりと、うるわしいいただいたりということでしたけども、まあ、清瀬は馴染み深い皆さんですからね。それでございますか。あれ、松姫、大丈夫ですか。あれ松姫、もうちょっと、もう一回自己紹介して。自己紹介いいか。私、舞の年上様の妻、松に飾ります。あれ松姫さん、これもすごいけど、50歳ぐらい年間になられましたよ。ちょっと声だけどんどん老けてまいりました。どこかのスナックのチーママって言われてますよね。ちょっとあんた疲れてんの。スナックマスターやらないやらない。仕掛けなんですか、それは。そんな感じになってます。まあね、いつも、もう本当に盛り上げてくれる姫隊の皆さんでしたが、はい、あの近々ね、あの近々の情報で言いますと、展開事務紹介他の写真も出るということが決まっておりますので、それもちょっと情報があるんですよね。そちらは私たち応援に参上つかまつらせていただきます。通称ではないと。そうでございます。だから前日のセントレアのイベントにて、私松と、キツノ様、そしてオネ様、3人で応援に行かせていただきます。はい、そうですね、いつもの前ではないものを。そう、いやもすめないという。じゃあ それは今まで公開した方がないやつってことですか。あるやつです。ないやつです。言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃったね。まあ、ここはノープランがね、今会話になってるんで、それはしょうがないっていうことですけども、まあその前を見せていただけるということで、じゃあセントレアの方からも必ずね、皆さん来ていただきたいと思います。さあ、あと他に今後の活動として何かありますか。語りまするの、私たちグッズを出しておりまするね。はい、グッズ、うん、中でもやはりの一番おすすめなのが、キスノ様、もうこういう宴の後にはクッとやりとうございます。あ、やりとうございます。だからそんなこと言ったらやれるじゃないですか。そんなこと言ったら松姫が言うとちょっと時間こもりすぎてちょっと嫌なんですけど。いや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 、松姫様の喉を焼いたのが、はい、私たち事実になってしまう。事実になってしまう。そう、私たちが愛して動く姫隊が、この愛知県の6つの蔵元と同盟を組みましての、愛知戦国姫地酒セットの花水木が発売中にございます。6本入っておりまする。小さい小瓶のいろんな味が味わえまする。ぜひぜひみんなご賞味あれ。いいですね、この時期の雪が面白いと雪見酒、ね、まあ、春になると思うね、花見酒なんかも雪も綺麗ですから、それ持ってね、来ていただくといいですね。はい、さあ、あと何かありましたら、あと、近々、はい、実は私たち愛知戦国姫隊の新演舞披露がございまする。週明けの水曜日ですか。はい、早いですね。明後日でございます。すごいですね。間近にありますので、ぜひとも期待していただきたいと思います。はい、じゃあ最後締めの言葉で、はい、どなたか。ではお題します。はい。全くもって何も考えてませんけど。ちょっと喋りましょう。最後喋りましょう。はい、皆様方ね、この後もまだいろいろな武将隊出てまいりますゆえ、楽しんでいただきとうございます。そして姫隊にね、どん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 会いに来ていただきとうございます。皆様のお越しをお待ちしております。はい、では愛知戦国姫隊の皆さんでございましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあスマイルママ、ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にあれは酒焼けだったんですね。酒焼けですね、間違いないですね。冗談だと思った。